は、今回北陸方面に行きますが、寄り道に小松駅近くのボンネット広場に来ています。確かこの車両はクハ489型500番台のトプなんね。あ、もうすぐ金沢駅が出ちゃう。はぁはぁ、うつ主なんとか間に合ったのね。なんとか間に合ったわ。それじゃ金沢駅まで行きましょう。あと少しで金沢駅だね。あと少し頑張りましょう。早く七尾線の車両を見たいわね。金沢駅に着いたら止まっているのかしら。多分いると思うよ。金沢駅到着。七尾線塗装の413系が止まっている。七尾線はお昼ご飯の後行きましょう。だわね。415系800番台だね。415系800番台で113系からの改造専用車だったわよね。そうだよ。もは414の802だから新2編成だね。これに乗っていきましょう。津幡駅を出て IR 石川鉄道線と離れたからもうすぐデッドセクションだね。車内の蛍光灯が消えたわね。蛍光灯が消えるとこを一回見てみたかったのよね。確か521系や531系でデッドセクションを通過しても車内の蛍光灯は消えないのよね。そうだよ。直流区間に入ったね。終点の七尾駅に着いたらどうするの。少し待ってから金沢駅まで戻るよ。わかったわ。それにしてもすごい爆音モーターね。七尾線は駅間の距離が長いから結構飛ばすのね。白衣駅で対向列車待ちね。は415の807だから新7編成だね。七尾駅の一つ手前の徳田駅でまた対向列車待ちです。413系ね。あ、この編成金沢駅に着いた時に見た編成じゃない？そうだね。七尾駅に到着。折り返しまで約30分あるよ。それまで少し休みましょう。折り返しの金沢駅行きだったわね。それじゃこの電車に乗りましょう。さあ座りましょう。413系、もしかしたら次の金沢駅行きは413系かしら。一本待ってみる。待ってみましょう。だいたい30分後に電車が来るよ。金沢駅に着いたら何するの。着いて今夜また七尾線に乗りに来ようと思うよ。わかったわ。415系が来たわね。車庫に戻っちゃったのかな。多分そうね。急行型のクハ455の701じゃない？確かクハ455の702と合わせて最後の急行型電車よね。そうだよ。片開き扉だー。あ、ボックスシート。もうすぐデッドセクションだね。向こうだけ蛍光灯がついているわね。初めて夜にデッドセクションを通過したわね。思ったより暗いね。そういえば明日はどこに行くの？明日は富山方面に行こうと考えているよ。確か霊夢さんとマリサさんが先に行ってるから少しだけ合流するつもりだよ。私は明日はゆっくりここら辺を観光しようかしら。次の中津幡駅で降りるよ。わかったわ。中津幡駅で降りました。折り返しの電車までどのくらいあるの？数分待ってたら来るよ。帰りは何系が来るかしら。あ、金沢駅行きだったわ。415系800番台だね。
んじゃない？3両足す3両の6両編成ね。455型のレタス、あとは金沢駅に戻るだけね。そうね、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。